じゃあ HLNA、アスリートインタビュー1回目は瀬津裕太君です。よろしくお願いします。裕太はどこ出身ですか？僕は福岡県生まれです。そうだよね、はい、サーフィンは何歳から？サーフィンは、10歳から、ね、小学5年生ぐらいですね。ロングボード、最初はショートボードでした。ショートボード、はい、いつからロングボードに？ショートボードを半年、1年ぐらいやってからですね。で、中村聖太郎君って同じマジックナンバーのライダーいるんですけど、その人のサーフィン見て、それでロングボードやろうと思って。スタイルに憧れた？そうですね、もうなんかその当時のその時衝撃だったのはもうすごく綺麗でスローモーションにサーフィンが見えて、なんかこう言葉にするのは難しいですけど、あれもあれをやりたいなって思いましたね。なかなかいないもんね、ああいうスタイルの。そうですね、ね、綺麗だし。そう、じゃあそれからロングボードを始めて今何年ぐらいやってるの？今ちょうど、そうです、10歳、10年です。10年。今じゃあ試合いろいろ出て。そうですね、あのこの間のジョエルの試合あったでしょ、はい、あれはジョエルからインビテーションが届いて。そうですね、どうですか今後は日本の試合、海外の試合、どういうの、そういうのって、自分の中で、全くそこにこうカテゴリー分けしてこだわる必要はないなと思って、やっぱり自分のサーフィンを聖太郎君が僕に見せてくれたように自分のサーフィンを見て、その人たちがまた同じような衝撃を受けて、あ、自分もロングボードやりたいな、ノーズダイブやりたいなっていうふうになってくれることが一番いい。やっぱ日本の試合でも海外の試合でもそういった意味が出るようになるので、僕は精力的に自分の中でやっていきたいと思います。最後になんかサーファーとして、心がけてるものとかってある？サーファーとして心がけてる、サーフィンやってて絶対こうサーフィンやってて絶対忘れちゃいけないっていうか、常にこう自分の中に持っているのは楽しむことですね。そのビーチであったり、この白砂であったり、黒砂であったり、景色であったり、水の色であったり、そこに住む人であったり、文化であったり、やっぱりそういうのがすごく日常生活だと味わえないと思うし、それをこう一番念頭に置いてサーフィンをやると楽しくなきゃいけないなと思います。OK、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。